とりあえず400ソウル貯めて能力を強化したい。失われた墓地。あの扉はリスポーンポイントとかにもなるのかな。これはお、ソウルエナジーの塊、魂、塊を手に入れた。扉の広間ではソウルエナジーと引き換えにリーパーをアップグレードできる。はーい。一気に手に入れましたね。200ぐらいになった。ほい。敵から得られるのはわずかな量ですね。探索してさっきみたいなソウルの塊みたいなのを手に入れるのが手っ取り早いのかな。おお。OK。種、あ、ここにあるんだ。緑の鉢植え。あ、消費しちゃった。あ、そうなんだ。この植えた場所でそのまま使うんだ。保管とかはできないんだ。ヒットポイント減ってないのに使っちゃったよ。なんてこった。貴重な。あー、これはやばい。やばい。OK。よし。お、あ、鍵か、あれ。はいはい。鍵を手に入れた。よしよし。階段が降りてきた。ソウル。OK。もうちょっとで、一つ強化、アップグレードできる。この先山頂。はあはあ、まだドア開いてないよね。敵って時間経過で復活するのかな。会場先に進みましょう。おあ、中ボス的な。おお、転がるね。今じゃ。おお、あ、ちょっと待って普通に雑魚がたくさん湧いてくるとこだった。えい。よし。たくさんいると厄介だな。ほいや。あいつは突進を注意する。お、仲間同士で相打ちしてましたね。あー、危ない。まったく。ゲー。連戦だ。ちょっと待って逃げさせて。あ、いいね、いい感じにぶつかってくれてる。怖い怖いいい感じにぶつかってくれてるぞ。あ、待って、邪魔おじゃい。オッケー、これでクリア。よしよし。この先進めばいいのかな。結構戦闘軽やかで楽しいかも。まだ魔法も何も使えないですけどね。これからスキルも増えていくのかな。このお方は高森のステッドホーン。おー、リーパー。この世における私の時間が尽きたか。え、魂取りに来たわけじゃ。取りに来たの私。ブーム。残念ながらまだ生きているようだ。すまんが、もう少し強く切ってもらえないか。強く。えい。あ、RT 長押しでチャージアタック。へえ、ぐわー。いや、まだこの通りピンピンしている。少し助走をつけてみてはどうだ。助走ですか。ロールし、ロール中に、おっ、あね、君のせいじゃない。誰がやっても同じことなんだ。どうやら私は死ねない体らしい。理由はわからんが、その答えを求めて数えきれないほどの年月を生きてきた。私の名はステッドホーン。この青山の墓守だ。そうだ、これから先、君がもっと強くなることがあったら遠慮はいらん。また私を殺しに来てくれ。この人を殺すと、あ、そういうわけじゃないな。この人を殺すとこの先に進めるのかと思ったけど、そうでもなかったわ。扉の守護者、秩序の守護者、迷える魂の故郷、ここに眠る。あ、なんだろうね。あの先進んでいいのかなあ、これは、誰かのお墓にするんですか？こっちにしか進めないか。強攻撃ね。ローリング強攻撃。はいはいはい。こうやって掴んだ。忘れそう。使い慣れておかないとね。弓が、うん、これだね。はいはいはい。こっちは結構広いな。おっと。オッケー。強攻撃は、どのくらいの強さなんだろうな。意識的に狙っていかないと、忘れちゃう。ローリング強攻撃が使いやすいかな。ただ横に切れないから、ちゃんと狙いを定めないと。この先山頂。あ、そう。山頂はまだ早いんじゃない？こっち行ってないよね。キノコ。あ、キノコ切れた。この先、座礁した船乗り艇。なんかお店？あ。この鳩小屋には双子がいる。その中に秘密が眠っている。鳩小屋？これは何？ここ後々登れるようになるんですかね。なんかスキルで通れるようになりそうな雰囲気。この上行ってないよね。お。なんかあるな。あ、ソウルだ。お、これでやっと一つアップグレードできますね。そろそろ山頂の方に向かってみますか。ほんと雰囲気がいいですよね。カラスかわいいし、音楽もいい。これどっち行くんだ？下降りてみるか。おっ！種。ここは、種拾う場所。あ、ここから下にも降りれるけど、上が気になる。ここから降りるよ。びっくりした。ここ私来た？これ何？強攻撃でもダメだね。弓でってことはねえか。うん。ローリング。うん。通常攻撃の2倍の威力っぽいかな。狭いとこでローリングしないで。あ、敵の死体で動けなくなっちゃうから狭いとこで戦うときは気をつけないとですね。この下は、あ、でっかい扉ある。あのでっかい扉はちょっと後回しだ。先にこっち。なんで真下にライチあ、やめて。うん。敵も可愛いなぁ。お、なんだなんだお前。魔法使いだ。いつ攻撃してくんの。えい。ローリングアタック決めたいね。攻撃を避けてからのえい。避けてからのはいはいはい。うわあ、ま、こいつは大丈夫。魔法使いたくさん出てきたら嫌だな。あぶね。避けてからの、あ、間違えた間違えた、回避。避けて、ちょ、当たんね。ローリング RT こうだ。魔法使いやられた後くるくる回るのかわいいね。あー、当たんね。げっていゲー。危ない危ない危ない。まだあるんか、お前か。おっと、あいつやっぱ正面とかダウンしてる時に攻撃しないとあんまり攻撃入ってない。ちょっと宙に浮かないでよ。当たんない。待って待って待って、オッケー。はいはい、今のうち。あ、もうちょっと。当たっちゃったい。回復したい。まだやるんか。回復したいよ。ちょっと待って。危ない。危ないよ。回復したい。長くね。長くね。おいおい。ああやられちったです。ですって、めっちゃでかく書かれた。いやー、連戦しんどいな。ああ、何も失ってないっぽいかな。ソウルはそのまま持ってる気がする。アップグレードしよう。アップグレードでしょ。やっぱ近接の方が使いやすいから、今んとこ弓より近接アップグレードしたいな。強さ、ダメージとリーチ。まずはこれかな。アップグレード購入します。はい、これでちょっとだけ強くなったかもしれない。いやー、ここクリアしたいね。よし、この先ですね。また最初からかな。長かったな。最初からだよ。あー、これ邪魔。あの敵邪魔。消えてよ、この、これ、あ、石って。あ、ちょっと待って。あー、当たっちまったー。よし、いいぞ。ヒットポイント後に。危ね。石、あー、やばい。やばい。やばいって。お、これで終わり？よかったー。回復しよう。種植える。消費する。よしよし。これヒットポイント上限アップしないのかな？アップするかな、いずれ。アップしないと、ちょっときついぞ。あそこどうやって行くの？あのソウルどうやって取るんだろう。レバー。はいはい。ここ最初らへんに通ったとこか。お、カラスかわいい。お、なんか建物が動いてない。これ戦うの？これ、え、扉の守護者、マジでこれと戦うの？本当に？わー、飛んでる。マジで。あいて。おお、撃的だね。こっち行っとこうか。えい、危ない危ない。なんか大技出してきそうな雰囲気じゃないこれ。おお、やめてーじゃあ怖っ怖っお前。あ、なんかミサイルみたいな。ちょっとやめてよ。あー、飛んでる時当たんない。もうまたレーザーですか。やめてよねすごいな、こんなのと戦うんだ。本、あー、ミサイル。うん、ヒットアンドアウェイですわ。お、またか。これは避けるのは難しくない。次ミサイルか。うん、だんだんこう壊れていってるエフェクトが見えるのいいですね。さっきのボスもそうだったけど。ここはしっかり避けて、次ミサイル近づいて避ける、近づいて避ける、避ける。うん、削れてるぞ。間違えた間違えた。あー、タンカッで、あ、複合攻撃だ。ビームとミサイルの。ちょ慎重にね。うん。ああ、今やべ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 。うん。またレーザーとミサイル来るね。うわ、なんか速くなってない？気のせい？速くなってない？あ、倒した。お、やった、崩れた。おー、ソウルもがっつり手に入りましたね。あんなのと戦うとはな。これなんなん？何もない。この先、生い茂った遺跡。へえ。こっちは？この先、山頂を。山頂に向かうんですね。レバーがある。パズル要素といってもそんな難しいものはなさそうなので、サクサク進めそうな雰囲気かな。いや、こういうね、パズル要素って私苦手なのでこういう簡単に進めるのは助かりますね。これどうやっていくんこれ。なんか飛び上がれるスキルとかあんのかな。今んとこ取れないよね。回復できるけど今はいいかな。あれ、取れないじゃん。またどっかスイッチがあるのかな。これ何それ、何それ。拾う。お、お香を見つけた。すごい匂いだ。どんだけジャイアントソウル。キラキラしたもの。なんか収集アイテムなのかな。お香、死者を無事来世に送り届けるために、また、防腐処理中に死体の悪臭を隠すために、古の儀式で使われたお香。横のラベルに、食材のお香、死体の腐敗臭をごまかすのにもってこいと書かれている。なるほどな。そういうアイテムもあるんだ。こっち行ってみましょうか。なあ、こいつさっき襲ってきたやつに見た目似てるし、そうだよね。あれだよね。ジャイアントソウルだっけ？何してくれてんだよ、お前。灰色カラス。おお、ひよっこか。さっきはすまなかったな。だが、私にはあのソウルが必要なのだ。見ての通り、私もかつてはリーパーだった。ちょうど君のように。数年前、私が狩るはずだったターゲットに逃げられてしまってな。何ヶ月もかけてこの地に追い詰めたのだ。しかし、どういうわけか、あれはこの扉を通って逃げたらしい。ありえんことだが。ひよっこよ、君はここがどこだか知っているか？死神の扉？死神。あらゆる生命の終着点。ただの言い伝えと思っていたが、知っての通り、ああした扉はソウルエナジーによって機能している。おそらく途方もないほどの力を集められれば、あの扉もこじ開けられるだろう。だが悲しいかな。私が君から奪ったソウルだけでは足りんようだ。ひよっこよ、私と君は運命共同体になってしまったようだ。与えられた仕事を完了できなくなってしまった今、君もいずれ死を迎える定めにある。あ、そっか。ソウルを取らないと、扉が開いてる間、私は不死身じゃないんだ。あの扉の向こうにあるソウルを手に入れなければ、君はここに閉じ込められたままだ。私と同じように。しかし、手立てがないわけではない。リーパーたちはこの呪われた地の存在を知らず、この地は自然の法則を超越している。生き物たちは天寿をはるかに超える寿命を持ち、より大きく、より強く成長し続けている。私はこの地に住まう3つの巨大なソウルに心当たりがある。それらのソウルエナジーを合わせれば、あの扉をこじ開けることができるだろう。まずは北に住むローマ女。彼女は死の手から逃れたいという願望に取り憑かれている。東の森の先には、王を名乗る者がいて、水に沈んだ大聖堂跡の一帯を支配している。西の山の山頂には、太古の昔より生きる獣が住んでいる。獰猛野蛮で、いかなる欲望も持ち合わせていない。君を巻き込んでしまって心から申し訳なく思う。いや、本当だよ。だが私は年老いてしまった。体が思うように動かぬのだ。道は自分で決めてくれ。荒野に踏み出して3つのジャイアントソウルを狩るか。それともこのまま手をこまねいて、この愚かな老鳥と同じ運命を感受するか。巻き込まないでくれよ。もうね。ジャイアントソウル取りに行くしかないじゃんね。次に向かうべき先を教えてほしいのか？北に向かってみるといい。そこにローマ女が住んでいる。死から逃れることに取り憑かれたローマ女が。魔女か。北に向かうしかないのか。ところでこれ、あ、拾えるようになった。なるほどな。じゃあ、鍵を開けて行ってみましょうか。おい、開いた。ここは、この先、壺の魔女の屋敷。壺の魔女か。へえ。この先が壺の魔女なんだ。なるほどな。ああ、さっきちらっと見えてたここは、魔女の屋敷だったんだ。なるほどね。はい。リーパー教会本部に戻ってきました。どうやらでっかいカラスに協力しないと、この私の担当だった扉が閉じなくて、私の命が危ないとなのであいつに協力して3つのジャイアントソウルを集める。次は北にいる魔女のソウルを借りに行くって感じですかね。見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画またはライブ配信でお会いしましょう。おつこりでした。